はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきがむゲーム実況チャンネルでございます。ということで本日も信長の野望大使 with パワープキットやっていくわけでございますけども、前回ね、シナリオ無限のごとくの伊達政宗の方を、使って遊んでいったんですけども、その時にね強かった北条家、これをね俺も使いてえなということで、今回はね北条家使っていこうかなと思っております。そして、北条家をやるにあたって、北条ねやっぱり強いんですよ基本的には。なんで大きくなったところから勝つっていうのはね、あまり見どころに欠けるかなと。そういったこともあって、シナリオね川越野戦、こちらの方を選択していきたいと思います。一番ね北条家がちっちゃくて弱い時期でもありますし、この川越野戦でなんと北条家のイベントらしいということなんで、見どころも豊富かなということでね、川越野戦やっていきたいと思います。そしてね、毎度のごとくなんですけどね、シナリオの設定なんですけども、超級設定にしております。これ以上ね強い難易度っていうのはないんで、これでね勝てればうまくいったかなという感じですね。ということで、北条氏康、国力現在6位なんですけども、こいつ使ってやっていきたいと思います。レッツゴー。お、イベント、いきなり絶対絶命から始まるんですね。北条家初代北条早雲は伊豆相模を領し、二代目氏綱は武蔵下総かな、駿河へ進出した。その駿河で氏綱に手玉に取られたのが、後に街道一の弓取りとまで呼ばれる今川家当主今川五郎義元である。氏綱が死んだか。そうか、あの男が。しかりお分かりかと思いますが、これは好機にございますぞ。坊主とは思えぬ言葉よ。されど死よ、わしは心の奥底ではな、今一度氏綱と戦をしたく思っておうた。5年前のわしは若く、氏綱の前に手も足も出なかった。兄上をたやすく退け、家督を継ぎ増長していたわしの目を覚ましてくれたのはあの氏綱よ。恐ろしい男であった、夢に見るほどな。さればこそもう一度挑みたかった。ふむ、さしずめ氏綱は義元様に代わっとって、もう一人の死というわけにございますな。はっは、そうなるかもしれぬな、もう一人の死よ。しからば次は義元様が死になるのです。氏綱の子氏康に乱世の作法を教えてやらねばなりませぬ。死する者が残し、生きる者が受け継ぐ。その死が、その者が死する時は受け継ぐ者が現れる。そうして人間が作られるのです。やれやれ、都合のいい時だけ坊主になりおるわ。今川義元は氏綱の死に乗じて駿河に兵を出すと、川原城をはじめ駿河東部を占拠した。その知らせはすぐに氏康に伝わった。駿河に向かうぞ。かの地は今川と武田の動きを封じる楔、失うわけにはいかぬからな。も、申し上げます。関東管領上杉則政、大木谷上杉佐田浅佐田かな、そして古賀久方、足利春氏春氏かな、様までもが川越城を攻めんと兵を集めております。めちゃくちゃ敵いるじゃん。春氏って妹婿じゃねえか。あの野郎何を考えてやがる。乗政めにそそのかされたな。そして乗政をそそのかしたのはまさか今川義元か。敵の兵の数は8万とも。8万、こいつはまずいぜ。氏綱なり川越城を頼めるか。俺に死ねというのか兄じゃ。うん、おいおい、そんな顔しなさんなよ。8万で合ってんのかな、の化身とまで歌われた俺だ。死ねと言われてもたやすく死ぬものかよ。すまぬ綱なり、これはわしのしくじるよ。父上が死したのなら今すぐ今川と和をなすべきであった。兄者、今はそんなこと聞きたくねえな。
そうじゃなくて、後でたっぷり俺の恨み事を聞いてくれよ。ああ、そうだな。吉本はもう今さら退くまい。かといって戦で退けられる相手でもない。まさか、本当に打つ手なしか？いや、まだ武田がおる。晴信を間に立て、今川とわする。それができねば。俺は犬死にってわけだ。頼むぜ、兄者。領地を拡大する好機が訪れたようだな。北条の地は我らがもらうぞ。いやー、まずいですね。上田長尾家も。そして、ちっちゃい上杉家ども。兄者、まずはこの地図をご覧ください。詳しく知りたい大名を選ぶことで、その者の思惑を知ることができます。武士たちは皆、志を抱き、乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょう。ということなんでね、志特性。関東平野開墾で、開墾以外の農作業でも農地が増える。お、それは強そうだ。拠点の人口が増えやすくなる。籠城戦で部隊の防御力が上がる。まあ、籠城寄りのやつなんですけど、あんまり強くないですね、この能力。で、民中は上がるが、農民の治める、兵糧が減る。これも、兵糧が減っちゃうのは良くないな。で、標定で軍事以外の施策力を多く獲得できるということなんで、これはね、まあまあまあ悪くはない能力してますね。で、議論風発は、標定で三列武将が絶好調になりやすくなる。これ強いわ。そして、労役免除の効果が上がる。まあまあ悪くない。で、軍事方策に実行。ああ、軍事の施策力増えちゃうんだ。ってことは、軍事は割と後回しで、農業系を集中してやってる方が強い家なのかもしれないですね。ご命令を。ということなんで、でね、前回の反省を生かしてね、今回は、この委任なんですけども、ちょっとね、やり方を変えて、委任する場所もね、ちょっと、変えようかなと思っております。まず、序盤なんですけども、お金がね、欲しいんで、足軽をね、雇われると、まあ、お金すぐなくなってしまうんで、ここ、農兵のみにしときます。で、お金貯まってから、まあ、指定なしに変更すればいいかなと。で、今回見つけたんですけども、開発をね、カスタム委任することができるようなんで、こちらを使って、まあ、カスタム委任、勝手に、開発もしてもらおうと思います。で、まあ、能力値を、能力っていうか、効果を見たところね、この、漁村貯水池は兵糧が増えるやつで、商人町はお金。なんで、まあ、こちらはね、ガンガン建ててもらいたくて、準建所はね、兵数が有利になるものなんで、これを建てておくとね、人数差でご漁すってことができるようになるんで、準建所。そして、カジソンは鉄砲。牧場は馬をね、ゲットできるようになるっていうものなんで、まあ、こちらはね、こちらの6つを、まあ、中心に建てていってもらおうかなと思います。で、他のものについてなんですけども、敵からね、領地を取ると、まあ、くっついてたりするんで、まあまあまあ、基本的には、この6つをカスタム委任で建ててもらって、他のやつに関しては、まあ、残ってたものを、まあ、利用するといった形を取りたいと思います。で、おそらくなんですけども、イベントが来てると思うんで、そちら見ましょう。北条氏康のイベントなんですけども、武田家の身長を60にする。北条綱成が城主として川越城を守りきるということなんで、神前を打たないとダメよ、ダメみたいなんでね。まずは、武田先輩と神前を打ちます。まあ、笠原信為かな？この方に、まあ、頑張ってもらって、そして、川越城に、綱成でしたっけを、まあ、ぶち込むと。こいつですね。能力値高いんで、てか100超えてるよ、この時点で。すごい、優秀ですね。彼に任命させて、まあ、あとは時が、とりあえず今動くことはできないんで、使いの者が来たようです。武田家の、お、通商協定。これは、やると神前一気に上がるんで、これは承諾します。あれ、今川と戦争中みたいなノリだったのに。あ、もう取られた後だからなんですね。神前はいいでしょう。報告いたす。はいはいはい。の終始です。兵糧1000ももらえちゃった。表情を始める。表情を始める。我に策あり。で、まあ序盤なんですけども、
商業と論議取ります。ポイントはまあまあ悪くはないって感じか。でまあ絶好調確率とこの兵糧を抑えるもの、これ取りたいですね。また適当に取っておきましょう。うん、神前を今してるということもあるんで、神前効果上昇でも取っときますか。ゲチよ。はいはいはい。まあ、特に動くことはできないですね。とりあえず神前を上げてって感じか。で、漁村とか貯水池がね、ガンガンこれで立っていってるんで、まあ、兵糧にも困らないようになるかなといった感じですね。ご命令を。50。今川との心象が悪いのはちょっと気になるけど、まあいいでしょう。多分次のターンで武田と親善がいけると思うんでね。よし。報告いたす。もうちょいか。ご命令を。まあ動かざるごと山のごとしみたいな感じですね。いいですね。人数も若干増えてってる。お、来た。高すぎた授業料。北条家、武田家、今川家、東国を代表するこの3つの大名家の関係は非常に複雑なものであった。初代宗雲が今川家の縁者であった北条家は、2代氏綱が今川家と手を結び、下位の武田信虎に対抗した。しかし今川家で家督争いが起きると、武田信虎が今川家に急接近し、娘を新当主義元に嫁がせた。これを裏切りと見た氏綱は駿河へと進攻、近江の国人を先導して義元を東西から攻撃する戦略で駿河東部を支配下に加えた。そして今度は義元が氏康を東西から攻撃する戦略下で駿河東部を北条家から奪い返していた。どうだ我が師よ、これぞわしが氏綱より学びし策よ。これを氏康に教えてやろうと言うたのだ。見事なお手前にございますな。氏康も骨身に染みたことでしょう。ところで義元様、甲斐より武田晴信様がお見えでございます。実にすらちらしいな。死が呼んだのであろうが、通してくれぬか。しからばここに。義元殿、もうそろそろよかろう。ふふ、よかろうとは？まさか貴殿もこのまま小田原まで攻め入らんと思う手はおるまい。我らもそこまでは手を貸せぬぞ。ほう、ここで北条の息の根を止める。そう申してもか？わかっておる。そのために死も春信殿を呼んだのであろう。まったくどこまで見通しておるのやら。こたびはここいらで手を引こう。春殿殿、貴殿の顔に免じてな。これで氏康に大きな貸しができたであろう。ふん、それは貴殿も同じことであろう。あの律儀者に貸しを作り、背後を固め西へ、尾張、京へ向かう。それが貴殿の狙いか。はっはっは。それはここでは話せぬな。いずれどこぞでゆるりと聞かせて信ぜよう。数日後、小田原城。そうか、兵を引いていただけるか。かたじけない。礼は甲斐の春信殿に申されるがよいでしょう。かの御仁の頼みがなければ我らも兵を引くことはございませんでした。ふん、しらじらしいものだ。すべてお主が仕組んだことであろう。坊主の手勘とは恐ろしきものよ。主観かな、はて、身に覚えがございませぬな。ただ拙僧も、先代、氏綱公の見事な主観には、実に感服させられたものでございます。父上の、く、そういうことか。氏康様も、いずれ後のように伝えることでしょう。それよりも、今は川越へ、お急ぎなされませ。貴殿に言われるまでもないわ。この借り、いずれ必ず返すぞ。
死する者が残し、生きる者が受け継ぐ。その者が死するときは、受け継ぐ者が現れる。そうして人間が作られる。さて、氏康様は何を残されることやら。今川家との和睦により、北条家は東の脅威に専念することが可能となった。しかし、武田晴信に大きな借りを作り、駿河東部を奪われたまま戻らない。未曾有の危機を打破するためとはいえ、氏康は大きな代償を払うことになるのであった。報告いたす。なるほどね。これが大きな代償というわけか。まあ、駿河取られちゃったからな。表情を始める。表情を始める。かような策はいかがでしょうか。で、まあ、消去と論議をね、このまま優先して取ります。これにて表情を終えるぞ。ポイントが少し低くてかなり厳しいんですけど、提案強化取りましょう。これは強いんでね。で、あと必要なもの、カジソンですね。カジソン立てておくと鉄砲使えるようになるんで、カジソン。ゲチよ。で、新しくね、イベントが出てきたようなんで、これを見ましょう。守り切ってはいるんですけども。川越城に入ってますよね、つながり。ま、なんかイベントが起きるのかな、このまま時間を進めると。あ、来たね。何台？柏原で川越城を守り切るというやつなんで、これは出ないといけないですね。3万と、2万、5万くんの？ただ、部隊数が1個しかない。これは勝てるんじゃない？いや、でも厳しいぞ、これ。全然。多分、もし、兵出し、決戦33、ああ、出ないといけないですね、これ。さすがに、なんか、部隊数だけじゃなくて、すべてがね、多すぎたんで。ああ、マックスでこれか。この1200の部隊も出そう。これで12200。これでいきましょう。大丈夫かな。ちょっと心配ですね。上杉憲政が来て、なんか いろいろ来てるぞ。先月の終始です。ご命令を。大丈夫だよね。お、始まったぞ。かすかな足音が夜の闇に響いては消えていく。川越城に孤立した北条綱重を救うべく、北条家第三代当主北条氏康は自ら手勢を率いて駆けつけた。城を包囲する敵兵はおよそ10倍。氏康は一縷の望みにかけて夜襲を決意した。聞け、皆の者。戦なる者は多勢が必ず勝つでもなければ過勢が必ず負けるわけでもない。しかもこたびの敵上杉は数が多いだけの弱兵。これまでもわし一人で10人は倒すことができたわ。されば一騎当選の強者たちよ、我ら北条の後輩この一戦にあり。そなたらは心を一つに力を合わせ、ただ我の向かうところを見よ。かっこいいな。待ちくたびれたぜ。城門開け。この時期八幡の旗についてこい。さすれば必ずや勝つ。行くぞ、勝ち戦だ。勝った勝った。圧倒的な兵力差に油断していた川越城包囲軍は、城外と城内二手からの奇襲を受けて大混乱に陥る。扇ヶ谷津上杉家当主上杉友貞は乱戦の中で討ち死に。関東管領上杉憲政、小学坊足利晴氏も敗走する。北条家はこの奇跡の勝利により関東の支配者としての地位を確立した。後世の人々はこの戦いを川越の宵戦と呼び、
氏康と綱重の決断と勇気を今も称えている。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。